ごきげんよう、カエデジュアンヌーベル役の伊沢美香子です。皆さんごきげんよう、ミリアムヒルデガルド・フォン・グロピウス役の高橋かりんです。アクションドール、アニメ、舞台、アプリゲームなど様々なメディアで展開中のプロジェクト、アサルトリリー。この番組はそんなアサルトリリーの魅力を伝え、人々を導く存在となっていくためのパーソナリリー養成番組です。はい、はい、ということで、はい、ライブイベント、アサルトリリーラストバレットプレゼンツ、エーデルリリープラスをご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ね、ちょっと感想を語りたい気持ちは山々なんですが、はい、はい、今週来週はちょっとまだね、我々が軸が追いついていないので、ええ、はい、お休みさせていただいて、はい、それ以降にね、いっぱいあの皆さんからのメールもご紹介していきたいと思いますので、はい、ぜひぜひね、今すぐ送っていただけると嬉しいです。はい、まだ間に合います。はい、ということで7月にもう入りましたよ。うん、そうだよね、ライブ終わったんだもんね。そりゃそうだ。そうなんだよ ね、 いや、ということで7月といえば、あさってはなんともう七夕でございます。七夕ということで、はい、なんか短冊が来てるので願い事を我々帰ってみたんですけど、はい、発表したりなんかしていきますか。はい、どうします、どうやって発表する、これ。え、ミキちゃんの方が多分面白いこと。やだよ、じゃあ私から言った方がいいんじゃない。やだよやだよ、じゃあ一軒ので見せよ。じゃあ短冊バトルで勝った方が短冊バトルで勝った方からする。どうやったら勝ちゃうね。いくよ、よーいスタート。かりんちゃんの勝ちでした。ボロボロになっちゃった。何をやってるか説明してたって。なんかアクリルボードが私たちの目の前にあるんですけど、あの感染症対策のね、そのボードの隙間を縫って、こうホッケーゲームみたいに短冊をぶつけ合うゲームです。そうですね。でも今かりんちゃんの方がね、うん、長く入った。うん、なんかね、刺さった、めちゃくちゃ刺さった。うん、どうだいぶ HP 削られた。私から行くね。はい、行ってください。私の短冊の色は金色。 お願い事はラジオガーデンのイベントができますように。いいじゃん、イエーイ、すごいちゃんとしてるじゃん。しかもミディアムの似顔絵まで描いて。描いた。いいじゃんいいじゃん。これ後であの、うん、スタジオの入り口かなんかに飾っとこう。帰りは。あ、でもここに笹を用意してくださったので、笹に飾って写真撮って、うん、帰りはもうあのこのスタジオのめっちゃ見えるとこに貼るかなんかで、ね、ちょっとアピールしていきたいな。それ偉い人に届いてほしいね。届け。そうだね、イベントやりたいですね。オンラインでもいいからね。ね、なんか生でみんなのメールとか読みながらね、やりたいですね。でも私も言うて普通ですよ。みけちゃんは全然普通です。私は銀色の短冊に書きました。うん、いい化学反応がいっぱい起きますように。かわいい。ありがとうございます。いや、かりんちゃんがね、先日ラムネで乾杯でさ、はい、あのラジオガーデンの話をしてたんですよ。うん、で、まあみけちゃんと、うん、あの私は、うん、化学反応が起こってこの番組成り立ってるんだって言ってたので、そうそう、ね、我々もどうなるか分かんないながら毎回喋ってるんで、うん、ね、まあいい反応がいっぱい起きたらいいな。面白くなるといいなみたいな感じで、はい、書かせていただきました。はい、なんでいっぱいね、楽しいことが起こったらいいなと思って、うん、はい、そうだね、祈っております。化学反応を起こしていきましょう。そうですね、でも私たちね、ソロになったらお互いね、うん、真面目で正しい人間ですから。待って、まるで二人揃うとステージに二人揃ったら面白くなるということで。そうだね、それは化学反応なんで、ね、そうそうそう、はい、ね、これからもいっぱいね、盛り上げていければと思います。はいはい、さあ今週はゲストさんが来てくれていますので、うん、そろそろ始めていきましょう。アサルトレリーラジオガーデンオーバーフロー、訓練開始。アサルトリリーラストバレットの提供でお送りします。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー。改めましてごきげんよう、伊沢美香子です。ごきげんよう、高橋かりんです。では早速ですが、ゲストの方にご登場いただきましょう。芹沢力役の野中美代さんです。ごきげんよう、野中美代です。よろしくお願いします。お願いします。楽しみでした。あ、本当これって嬉しい、嬉しいです。
ということで我々的にはミオ様って呼んでるかな、うん、いつもミオ様って呼んでる、ね、ミオ様が来てくれましてありがとうございます、うん、ちょっとねあの来て早々で申し訳ないんですけれども、はい、ちょっと我々短冊書いたんですけどミオ様にもですね、はい、実はちょっと短冊を1枚お願いしているんで、ね、ちょっと気になるので書かせていただきました。はい、はい、私ですね薄ピンクのあの短冊にガチャンアップをお願いしました。おちゃんとしてる素晴らしいちゃんとしてる。これが正しい短冊の使い方よ。そうだね。しかもピンクに書くっていうのもいいね。うちらさ黄色とかさ銀色とかでさ欲望欲望もあるしダダ漏れだよね。やだよ。ガチャンアップっていうのはもちろんラスバレにもちろんです。アップしてほしい。嬉しい。素晴らしいね。結構ねあのミオ様はラスバレもやってるってことですので、うんうんうん、また後ほどね、はい、いろいろ話聞いていければと思います、はい、さあということでミオ様はですねラジオガーデン初登場でございます。はい、ミオ様演じるチカル様なんですけれども、うんうん、エレンスゲ女学園のレギオヘルボルに所属しております。ヘルボルからはカズハ役のアーヤン、そしてラン役のアイミン、そしてレンカ様役のエイカちゃんと、そしてヨウ様役のチンハルちゃんがゲストに来てくれていたので、うん、これで5人目ヘルボルの皆さん全員ゲスト。やったー、やったー。嬉しいですね。嬉しい。はい、ちょっとチカル様の説明をお願いしていいですか。はい、チカル様はですね心優しいみんなのお姉さん的な存在でして、うん、料理が得意で皆さんもご存知かと思うんですがよくお料理をしております。みんなのあのヘルボルのあの食生活の偏りをチカル様がこう管理してるの管理してるような感じで、でも序列は84位という、ちょっとプロフィールの気になるところがある女の子でございます。確かに84位っていうのはちょっとびっくりした感じではあった ね。 そうだね。なんか舞台からね我々最初にキャラクターと出会ってたから、うんはい、なんかイメージとしてはもうすごい成績優秀でなんかもうトップを争ってるっていう感じかと思ったら、うん、実はちょっとね悩んでいたりとか、うん、そうなんですよ、うん、ねところもなんかギャップというか、そうだね、はい、なぜ序列が84位なのかっていうのはね、うん、力さんに結構コアな部分、ね、大事な部分になってきますからね、うん、そしてそれでもなおやっぱりね、うん、カズハがこう選ぶ、ね、指名したっていうのもまた、うん、それだけ魅力のある人だからって感じですね、うんうん、はい、はい、さあそんなミオ様宛にですね、うん、メールが届いておりますのでご紹介しましょう、はい、ラジオネームあつゆきさんからです。ありがとうございます。みけちゃんかりんちゃんミオ様ごきげんよう。ごきげんよう。ミオ様はチカル様がデビューとのことで、え、そうなの、はい、思い入れも人称だと思いますが、初めてセリザーチカルというキャラクターを見た時の印象などがあれば教えてください。個人的にはミオ様はチカル様と同じくサマー付けで呼ばれていたりするので共通する部分も多い気がしています、うん、とのことですが、声優としてのデビュー作、デビューキャラになる、デビューがセリザーチカルでした、すごい、それは知らなかった。それで舞台もやって、ねえ、はい、そうなんです。なんだ、すごく思い入れのあるキャラクターで、もうチカル様を初めて見た時も可愛くてもう心が打たれました。私がこんな可愛いキャラクターを演じることができるなんてもうすごく嬉しくて、もう今でもその感動は覚えています。でもそのさ、見た目はだけど性格的なところはさ、演じやすそうだなとか難しそうだなとかは、実は私こういうお姉さんキャラってあんまりやらなくて、うんうんうん、なのでちょっと最初はどのように演じたらいいかっていうのはすごい迷ったところではあるんですけど、うん、今ではなんかチカルと歩んできた日々もこう増えてきて、うんね、理解できるようになって演じるのがすごく楽しいです、うん、そうだったんだ。全然そうとは知らなかったね。落ち着きというかさ、うん、すごいチカル様の雰囲気とかテンポって確立してるからさ、うん、全然 イメージと違ったというか、うん、なんか、ね、チカル様の時もそうだし、うん、普通にミオ様として普段私たちと接してくれてる時も、うんうん、なんか穏やかなこう人を和ませる雰囲気が、すごい落ち着きがあってさ、うん、もうヘルボル幼稚園の中のヘルボル幼稚園の中のやっぱお姉さんって感じのイメージがあったから、ね、本当ですか、うん、なんかまとまってる理由がわかるというか、ねえ、ねうん、すごいいい、なんか年長さんって感じって、そうそうそう幼稚園は幼稚園なんだね、うん、みんな可愛いから可愛いから幼稚園。でも
さ結構ヘルボルってさなんかあの、うん、ゲームしたりとかさ、はい、キャッキャしてるイメージがあるけどさ、はい、その時のミオ様本人としてのさこのノリはどういう感じなの？あもう私は結構ノリノリで、もうどちらかといえば結構騒がしい方だと思ってるんですけれども、まだあのそうやって穏やかって言われて今すごく嬉しかったです嬉しかった。そっちが本性なんだね。そうだねそんなね楽しい舞台のねお話もメールいただいてるんで、うん、ちょっと紹介したいと思います。ラジオネームフィーユさんからいただきました、うん、ありがとうございます。みけちゃんかりんちゃんみお様ごきげんよう。ごきげんよう。みお様が2人と会うのはリリー展以来でしょうか、うん、その時はヘルボルパネルの前であーやんちんはるみお様の3人で仲良く動画を撮っていて、見ているこちらまで元気になりました。ヘルボル推しのファン以上にキャストのみんながヘルボルで集まりたいと思っていると思うので、また舞台やライブでヘルボルが見られる日を心待ちにしています、ということでありがとうございます、はい、ありがとうございます。ね、あそうだね、私たちとはリリー店でもねね、ちょっとすれ違ってね、はい、すれ違ってね、お会いしました。うん、いやでも本当にヘルボルのメンバーがいつも会う時ってすごい楽しそうだから、うん、リリー店でもねこうやって今ここで写真を見せてもらってますけど、あーやんのツイートでね、いいね、そうなんです、なんかご飯行きましたとか一緒に遠征でね、うん、ラスバリやってますとかいう投稿を見ると、うん、なんかこっちもさ、うん、嬉しい気持ちになる。またヘルボルが仲良くしたらいいなって。なんかもちろん一つ柳田もなんかいいけど、うん、やっぱ5人でね、うん、こうキュッとこう団結してる感じがね、うんうん、すごいなんかね楽しそうだなと思って見てるとね、うん、結構みんなでラスバリやったりするの？みんなで、そうですね、レギオンマッチとか、レギオンマッチ参加して、あと結構みんなであの連絡とか取ったりしてるので、うん、そうなんだ、はい、ね、仲の良さがね伝わってきますね。ね、ノリがいいよね、うんうん、ちなみにちんはるちゃんのアハハハハゲームはどう対応した？私たちもやったのやるここで、やったな。私もなんかツイート見て、あ、2人を巻き込んでしまったんだと思ってお姉さん目線だでも私は結構もうノリノリでアハハゲームはやっていて、なんかどちらかといえばはまたやってるよみたいな顔してるのはあのエリカとかが、あなるほどなるほどが多かったかもしれないです。また何言い出すんだみたいな顔してなんかさすがレンカ様って感じですね。それもねまた感じてるね、うん、すごいさヘルボルを見てると青春って感じがする。なんかほんと女子高生が学校帰りにプリクラ撮ろうとか、うんうん、ご飯行こうみたいな、なんかそんな感じがして、なんかわかるな、あいいなってなるんだよね。可愛い、もうヘルボル推しっていう言葉がなんか気持ちがわかる、うん、あそうだね、みんながいるのを推しちゃうみたいな、うん、嬉しい。それぞれももちろん可愛いし、それぞれも応援してるけど、まとまっているのの様がもう可愛い可愛い、なんかいいなってなる、ありがとうございます、ね、ちょっと入りたくはないけどね、もう、入りたくないの？いや入ったら入ったで、うわーいかついノリだなってなるけどちょっと離れたところで今日も可愛いな、なんかこう段ボールで子犬たちがキャキャンみたいな今日もちょっと大きくなったかなみたいな、わかる、感じが可愛いよね、うん、いいなーね。そんなね、うん、ヘルボルですけれどもね、舞台アサルトリリーザフェイトフルギフトではヘルボルメンバーがねみんな揃って出演しましたけれどもね、うんうん、そちらのブルーレイ発売されて1ヶ月ほど経ちました、はい、ね、改めてなんか見たりとかして、はい、当時のなんか思い出とか楽しいことあったよとかあります？いやもう本当に舞台に立つのがまず初めてだったので、もうなんか今見るとなんかめちゃめちゃ顔が引きつってて、そんなことないよね、思わないよ、もう本当にめちゃくちゃ緊張していたので、もう顔がすごいこぼわばってて、それが気になっちゃいました。でもなんか楽屋とかではヘルボルのみんなで楽屋一緒だったんですけど、もうハイになっちゃって、うん、もう休憩中でもヘルボルはもうずっとゲームしてるみたいな何かして遊んでるみたいな、そうパラパラもしてたねなんか別のレギオンの人たちがこう私たちの楽屋の前を通るたびに、なんかまたやってるみたいなでもそのまたやってるが癒された、うん、癒されるね、ありがとうございます、楽しそうだないいな
でもちなみにもう舞台初舞台の上にそのまあダンスがあったり歌があったり、うん、あとチャームさばきがあったと思うんだけど、はい、力様のチャームはどうでした？結構長くて大きかったけど。そうなんですよ、長いし、うん、重いしで私あんまり筋肉とかもなかったので、うん、なんかもう振り回すのが大変。なんか回してなんかバトンみたいに回したりなんかしてたっけ？してました。結構大きいやつをなんか円を描いてたよね、ヘリオスピア。そうです、そうそうそう。でも蹴る方とこう私のゲーボルグはこう蹴る方と打つ方が真逆だったので、それの回転が一番大変でした、覚えるのが。か今、あ今こっちだったみたいな。そう、今シューティングモード、あ逆だみたいな。打つ方はこっち、切る方はこっちみたいなのが最初すごく混乱しました。ゲイボルグって言うんだね。そうです、ゲイボルグだから槍なんだ。あそうです。あなるほど、あだからあんな長いんだって。そうだわ。確かに、確かにちょっとアサルトリレーの武器ならではの設定かも ね、なんか両方が ね、うん、真逆についてるっていうのはね、うんうんうん、確かに扱い難しいけどね、はい、でも綺麗だったよね、うん、なんかたおやかな感じだったよね、やっぱお姉さん感というかね、うん、嬉しいです、ありがとうございます、さあそんな舞台にも出ていたヘルブルですけれども、はい、まあ、やっぱりヘルブルといえばラスバルでね、どんどんこうね、はい、キャラクターが掘り下げられていて、ね、ピックアップされていて、より魅力が増していった感じしますけれども、はい、アプリゲームアサルトリリーラストバレットはもうすぐリリースして半年ハーフアニバーサリーを迎えますよ、うん、さあそんなね、歴史を重ねてきているラスバレですけども、うん、ミオ様のラスバレのプレイ状況なんかはどうですか、伺ってもいいですか。私先日戦闘力が18万8000を、うん、え超えました。すごいすごい、18万。あでもまだもうまだ全然だと思うんですけど、でもあの毎日デイリーミッションをクリアするまで終わらないっていうのが、うん、私の、ね、毎日やってます。素晴らしい、素晴らしい。もうすぐ19万じゃん。ねえ、ね、そうなんです、早く到達したいです。なかなかそんな難しいよね。ねえ、いいな。そのもともとソーシャルゲームとかはやってたりは？ゲームは結構好きだったんですけ ど、 あのアサルトリリーみたいなこの自分で育てて戦っていくみたいなゲームってあまりやったことがなかったので、最初は本当に手探りだったんですけど、うん、もう今ではもうだいぶできるようになりました。すごいな、ちょっと我々ももっと勉強していきたいですね。そうですね。さあそんなラスバレに関するメールもまだまだ届いております、ご紹介しましょう、はい、ラジオネームこのはまさんからです。ありがとうございます。ラスバレのイベントリリティカルサマーではチカル様がレンカ様のママになっていて、ついに公式にママ設定がと感慨深かったです。ミオ様は最初にチカル様を演じた時から母性は意識していたのでしょうか、とのことです。ありがとうございます。ママってまさか公式で呼ばれる日が来ると思ってなくて、私なんか最初は本当に、うん、お母さんというよりも、うん、こうお姉さんを意識、優しいお姉さんを意識してたんですけど、うんうん、でもこうラスバレをやっていてこのストーリーを進めていくごとに、うん、このなんか他の人へのものの言い方とかが、うん、お姉さんというよりお母さんだなって思う部分がすごく多くて、うんうんうん、特にあのランちゃんってやっぱりランちゃんの納得するような物言いじゃないと結構納得してくれなかったりとか大変だと思うんですけど、ランちゃんが分かるようにこの噛み砕いて説明してあげるところだとか、うん、本当になんかお母さんらしいなと思うようになりました。うん、包容力と母性を感じいや可愛い、私チカルさんめっちゃ好きなんだよ、けどなんかもちろんそのお姉さんっぽいところも好きだけど、はい、速攻よりもやっぱちょっとなんかお姉さんっぽく見えてちょっとチャーミングなところとか、実はちょっとこう不安を抱えてなんかこう頼りないところもあるんだよっていうところにグッとくる。わかります、うん、だからなんか完璧超人であらあらって言ってるだけじゃなくて、ちゃんと等身大の女の子で、でもみんなのことも気にかけつつ自分も悩んでるとかっていうところも、なんていい子なんだっていう、嬉しい。もうね、この私のこの大好きなメモリアね、チカル様が白セーラーを着てウィンクしてカモメと、うん、カモメちゃんがもうこういうのもなんかやっぱいつもねちょっとこうおしとやかなイメージだけど、ちょっとこう躍動感がある髪がなびいて、うん、ウィンクしてるとことか見ちゃうとやっぱ私はやられますね、うん、絶対欲しいってなっちゃう。かわいいな、かわいい、こんなかわいい瞬間をって。ガチャ引けなかったんで天井まで
回して交換しました。仲間だいやこれはさすがに欲しい。可愛すぎる。可愛いね。いいな。一番お気に入りのメモリアとかあるの？お気に入りのメモリアは、あの、うんうん、反逆のスキャルドメールで出てたあの紫の軍服なんですけど、うん、初めてあのチカルが、うん、ニーハイを履いていたのがあのメモリア。ニーハイか。で、いつも黒タイツだったんですけど、そっかそうだ、初めてチカルのニーハイを見たのがそのメモリアだったので、もうすごい可愛くて、確かに凛々しくて、ね、結構優しい感じの雰囲気が多いんですけど、うんうん、そのメモリアは本当にいつもと雰囲気違う、ね、凛々しい感じだったのでお気に入りです。キリッとしてますね。いろんな面があるね、チカル様もね。はい、ということでね、たくさんのお便り皆さんありがとうございました。これからも皆さんからのメールお待ちしております。ではここで一曲お届けしましょう。ミオ様から曲紹介をお願いします。はい、それではお聴きください。アサルトリリーラストバレットよりヘルボルでフリンジドアイリス。ただ強く光り裂いて風に揺れきらめいた今花開くこの命を抱いて至るものをどんな困難が待ち受けていようとも窮地に立ち向かう強い意志と仲間との絆が大切。そこでこのコーナーでは3人で協力して様々な特訓をしていきます。はい、今回のテーマは料理上手なチカル様にちなんで、それ私も食べたかったやつ特訓いいです。はい、はい、ということで戦うリリーにとって栄養補給の食事は大切ですよね、うん、そしてチカル様ならば食材をちょっと見ただけでみんなが食べたい献立を思いつくはず。ということで今回は手元にある食材を見て作る献立を一致させていきたいと思います、うん、冷蔵庫に入っていた3つの食材をベースに今日は何を作るか考えていきましょう。3つの食材を使えばどんな食材や調味料を足しても OK です。例えば、うん、玉ねぎ、人参、じゃがいもの3つがあったらお肉とルーを足してカレーだったりとか、豚肉とインゲンと白滝を足して肉じゃがなど、いくつか献立を思いつきますよね。つきませんおっと脱落者が1名ということで一斉に発表して3人の献立が一致すればクリアです。3回チャレンジしたうちの2回クリアできれば特訓成功です。はい、そう、かりんちゃんは食い気味で、はい、もう敗北宣言を浮かべてますけど、はい、あ、自信満々だ。自信満々に自信がありません今までなかった。今までも何十回と特訓してきたけどこんなに自信満々に自信のないかりんちゃんは初めて見たえ、料理しないの？しそうなのに。最近するけど。ちょっと小麦粉こねてなかった前。こねてる。最近するけど、でもさ、全部さ、うん、何が出来上がるか分かんないからまずさ、うん、あの検索欄になんとかなんとかレシピやろう。食材よね。そう。便利だよね。だから分かりません。なるほど。
そう、あと全部野菜炒めにすればいいんです。ダメです、何が出るかによりますけどね。はい、でもミオ様がいますから。そうですね、ミオ様は力様ですからね。ごめんなさい。お料理できそう。最近はちょっとお惣菜にハマっておりまして。 お惣菜にハマっているいい言い方だな。はい、ありがとうございます。自炊してないんでじゃなくて、お惣菜が美味しくて。そうなんです。いいっていうことですよね。はい、楽ちんなので。あ、うん、最後の答えが出たような気がするけど答え合わせしちゃったでもまあ、もともとね、時間があった時はお料理もしたりとかしてた。できなくはないですよ。お、超いける、超いける。みけちゃんは？私はもうそれなりに好きだけど、まあ、ちょっとどうだろうな、やってみないとわかんないかな。逆になんかいろいろ変なのが浮かんじゃうかもしれない。あー、いろんなね、逆にレパートリーがありすぎて、これ使ってるんだよみたいになっちゃうかもしれない。いや、わかんないので、ちょっと今回はなかなか不安ですね小学生でもできる料理にしてください。なるほど、調理実習だと思ってやるんですかはい、ということでね、台本にはね、ヒントを出さずそれぞれ献立を考えてください。ヒントは出さないってまた書かれてますよ。誤食ですか？誤食じゃないです、2回書いてあります大事なことだから2回言ってくれたんですか？いやー、でも今回ヒント出しても合わないかもしれないね、もはや ね。もうやってみよう。もうやってみましょうか、早速。うん、じゃあでは1食目に参りましょう。はい。最初の食材は、鶏肉、卵、玉ねぎです。はい。これはもう私これしか浮かばない。私もこれしか思い浮かばない。いや、これは普通に考えてそうでしょう。これしかないですね。うん。普通に行くよ。ちょっと待ってね。書くね。はい。いや、もうこのペンのスピードはみんなさすがに一緒でしょ。はい。書けました？書けました。それではクッキング終了。思いついた献立を一斉に発表しましょう。せーの、おやまちゃん。おっとじゃあさらっていきましょうか。はい、私親子丼です。高橋親子丼。オムライス、ごめんなさい。わー、オムライスね確かに。でもほぼ一緒じゃない？洋風親子丼みたいなもんだよね。そうだよ一緒だよね一緒だよね、黄色いしね。そっか、なんだっけ具材は。具材は鶏肉と卵と玉ねぎ。ああ、でも確かに言われてみたらオムライスできるわ。他にはスパニッシュオムレツとかもあります。美味しいね。美味しいね。そうか。ごめんなさい。いや、でも安いんだよ。これ和と洋が分かれただけで、ね、どっちも王道じゃない？うん、王道。確かに。うん。次は行けますよ。次行けそう。うん、そうだ、これ何食になるからな。なるほど。なんかね、分かったよ。洋食で行こう。洋食だよ。浮かばなかったらどうしよう。どうしよう。ずるいって、今のずるいってじゃあ次行きましょうかね。はい、じゃあ次はひき肉、じゃがいも、玉ねぎです。ん、え、これでしょう。いや、もうだってひき肉でしょ。最近作ったわ。え、ほんと？わかんない。え、待って、もう一回聞いていいですか。ひき肉、じゃがいも、玉ねぎ、ちょっと待って、わかんなくなってきた。え、これだよ。ひき肉、え、ひき肉派の人もいるのかな。え、待って、じゃがいも、え、じゃがいもどこに使おう。じゃはい、高橋はかけました。え、ちょっと待って、え、でもこういうことじゃないのかな。あいつはちょっとかわいそうなことになるけど、え、とりあえずじゃあかけた。 OK です。かけましたので、じゃあクッキング終了です。それでは思いついた献立を一斉に発表しましょう。せーの、トロッケー。あー、それだー。じゃあ私からいきましょう。はい、私ハンバーグ。じゃがいもはどこに？そ、付け合わせ？付け合わせ人参と一緒に二人ともそういうことか。私も付け合わせでハンバーグ、ハンバーグにしました。かりんちゃんは一品にしちゃった。コロッケ。天才。あー、思いつかなかった。コロッケだ。これはコロッケだわ。付け合わせってあり？どうしてもじゃがいもが浮いちゃうな。いらねえなこいつ。2人じゃん。確かに。でも我々多数派ですから。かそうですそうです。なんだこの負けた感。正しい回答言ったはずなのに。めちゃくちゃ正解だよかりんちゃん。じゃあまあね、せっかくなんで最後、はい、もう一品いっちゃいましょうかね。はい、はい、では最後の食材は、はい、小麦粉、卵、エビです。え、エビ？え、でもだってもうこれしかないかな。え、これってもはや、え、え、
エビだからね。え、小麦粉？小麦粉でも小麦粉でいいわ。わかった。え、何？え、違うのかな？え、わからない。ごめんなさい。え、ちょっと待って、わかる。だって小麦粉でしょ？え？卵？え、これじゃないの？いや、だからこれと見せかけてこれみたいな。え？え、ちょっと待って、小麦粉？小麦粉？小麦粉？まずだってエビを使う料理から考えた方がいいよね、絶対ね。あ、え、これじゃない？エビだってそんなに数ないもんね。エビでだって浮かぶのも、え、これ小麦粉使う？いや、小麦粉、まあ小麦粉かな。あ、わかった。じゃあクッキング終了です。はい、それでは思いついた献立を一斉に発表しましょう。せーの、エビチリだ。ごめんなさい。じゃあ発表していきましょう。伊沢、天ぷら。天ぷら。皆様は？エビチリ。エビチリね。でも作れそうな気はする。ま、卵が若干怪しいか。ちなみに他にはエビフライかお好み焼き粉。え、エビフライってパン粉じゃない？下地？だから最初に小麦粉つけて、卵つけて、でパン粉でってことか。そうか、そういうことか。だから私もなんかやっぱちょっとエビフライって最初書いた。うん、私もエビフライって書いた。あれ？天ぷらって書いた。私エビの唐揚げを消してエビチリにしました。唐揚げ。エビフライって思ったけど、でもいや、よかったよかった。エビフライって思ったけど、同じ道をたどって、同じ道に迷っていった2人。こっちだって。いや、危ういと思った。いや、でもなるほど、エビチリか。いや、2人ずつは合ってるんだな。確かにね。そうだな、私誰かしらとは合ってる。おっと、あれ、ね、でも食の好みがもしかしたらね。そうだね、違ったから。やっぱあと和洋中がやっぱぐちゃぐちゃですよね。そうそう、むずいな、難しかった。でもみんなね、変なもの言ってなかったからよかった。そうだね、確かに、出来上がる料理しか言ってなかったもん。うん、まあそうだね、卵は別に言っても美味しいもんね。そう、うん、だってあるじゃん、エビと卵のチリソースみたいな。おお、全然いけるから。なるほどなるほど、上級者みたいなこと言ってないから。うん、確かに確かに、素晴らしいよ。いいんじゃないですかね。じゃあクリアでしょ。今日の結果はどうですか？残念なことにですね、今日の結果は、はい、3問中3問失敗ということで、特訓失敗です。成功じゃないの？やばいよ、頑張ったのに。けどさ、まあでもなんか有言実行というか、もともとね自信はなかったわけだし。確かに、もうお惣菜買おう。確かにね。買った方が早いね、これはね。自信なかった割にはね、いけてたよ、でも。検討した方ですよ。頑張りました。ね、頑張った、頑張った。そうだ、そうだ。そうだ。寄贈だね。さあ、ということで、ちょっと皆様に申し訳ないんですけれども、はい、特訓が失敗してしまったので、はい、ここからは補習というコーナーになります。はい、はい、今回はチカル様にちなんで、世話焼きのお姉さんなお嬢様っぽいセリフを言ってください。とのことで、もうキャラが渋滞してますね。世話焼きでお姉さんでお嬢様なんですね。はい、はい、じゃあ私から行きましょうか。参りますか、はい、お願いします。ちいや、お疲れでしょ。今日は私が肩もみしてご飯を作って差し上げますわ。ですからゆっくり休んでいて。すげえ、あー、かわいい。なんで今日ちゃんとしてんの？え、だって浮かんじゃったんだもん、私の好きな属性だから。どう？すごいドヤ顔でこちらを見てきた。褒めてよって手で。よくないって、今日いいの浮かんだよね。よかった。すごい。なんか素晴らしすぎて、なんか普通に聞き入っちゃった。はい。じゃあ次、かりんちゃんにお願いしましょうかね。はい。ああ、もう、そんなぐちゃぐちゃにして。あら、こうして。はい。あーん。って。お母様、今おぬいぐるみ様と遊んでたの。途中まで心のシャッターを押しかけてたのに。最後で裏切られた。このネタ何十個ですよ。もう味はしないわ。すいませんね、噛みすぎて。申し訳ないんですけども、そんなに説明するほど面白いことじゃないんで、はい、もう行きましょう。
大丈夫です大丈夫です、はい、知っても今後の人生何の得ないことなんで、はい、わかりました。じゃあ最後ね、ミオ様お願いします。わかりました。あ、セロリ残してる。残したら大きくなれないよ。ほら、私が食べさせてあげるね。かわいい。このシャッターチャンスが止まらないですね。ミケちゃんがさ、ミオ様がセリフ言い出した瞬間に出ちゃってる。面白くて面白くて。私セロリ嫌いだからさ、すごい私のためのセリフだって死んだと思ってすごい私のために生まれたセリフ嬉しいっていう声がちょっと息に乗ってしまいましたいやいい罰ゲームだったなはい、ということでね、今後もリリーの絆を強めるためにどんどん特訓していきたいと思います、はい、私たちにやってほしい特訓があれば送ってきてください。以上、共鳴せよ連携特訓でした。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー、あっという間にお別れの時間となってしまいました。番組の感想などはハッシュタグパーソナリリーをつけてつぶやいてみてください。番組では私たちへのメッセージや各コーナーへのメールなど皆さんからのお便りをお待ちしております、うん、響きラジオステーションにある番組ホームページのメールフォームから気軽に送ってくださいね。そしてゲストのお知らせです。再来週7月19日更新のラジオガーデンには白井優役の夏吉優子ちゃんが来てくれます。やったー。ということで、お夏宛てのメールはこれを聞いたらすぐに送ってください。ここでアサルトリリーからのお知らせです、うん、テレビアニメアサルトリリーブーケのブルーレイ全4巻が好評発売中です。各巻ともに豪華仕様で特典が盛りだくさん。詳細はアニメのホームページをご確認ください。またアサルトリリー舞台作品のブルーレイも好評発売中です。こちらのブルーレイには昨年1月に上演されたアサルトリリーリーグオブガーデンズと昨年9月に上演されたアサルトリリーザ・フェイトフルギフトを収録。ここでしか見られないインタビュー映像やカーテンコール集など充実の内容となっております。こちらも商品の詳細はホームページをご確認ください。そして現在アプリゲームアサルトリリーラストバレットにて水着イベントリリティカルサマーと真夏のエスコートナイトが開催中です。また水着メモリアがピックアップされているイベントガチャも同時開催中です。今ならなんとログインするだけでユウ様の水着衣装や星5メモリアウォーターレールウェイがもらえますよ。さらに7月20日のハーフアニバーサリーに向けた様々なキャンペーンも実施中。マギジュエルや星5確定ガチャチケットなどをゲットするチャンスです。現在始め時となっていますので、まだラスバレをやったことないよという方もぜひプレイしてみてください。続いて配信情報です。YouTube のアサルトリリーチャンネルにて、ゆい役の夏吉ゆう子ちゃんと舞役の岩田春樹ちゃんの2人が MC を務めるアサルトリリー放送局水曜日夏吉岩田のラムネで乾杯が配信中です。次回は今週の水曜日7月7日の21時より配信予定です。ゲストとして星森さなさんが登場します。皆様ぜひご視聴ください。そして書籍情報です。7月27日にアサルトリリーのコミックスが2冊同時に発売されます。まずは舞台コミカライズアサルトリリーリーグオブガーデンズフルブルームの第2巻。コミカライズで再構築された舞台のストーリーが描かれます。表紙は楓とふみのイラストが目印ですよ。書き下ろしページも満載とのことですのでお楽しみに。またシリーズ初の公式アンソロジーコミックアサルトリリーラストバレットコミックアンソロジーも発売されます。表紙は八重樫南先生書き下ろし。総勢12名の豪華クリエイター陣が描くアサルトリリーの世界をお楽しみに。最後に響きラジオステーションでは番組のアーカイブを1週間無料で聞くことができます。会員登録をしていただければ番組をお気に入り登録したり、この番組のアフタートークを聞いたりすることができますよ。また YouTube のアサルトリリーチャンネルでは過去の本放送も含めて番組をお楽しみいただけますので、こちらもよろしくお願いします。はい、ということで今日はミオ様に来ていただきました、うん、どうでしたか？ありがとうございました。もうなんか楽しくてめちゃめちゃ笑ってしまいました。嬉しいね。おもろかったな。なんかミオ様のすごいおとなしいところの中にところどころなんか毒がちら見えてるのめちゃめちゃお素材にハマってますめちゃくちゃ面白い。確かに。いやちょっと今後知っていったらよりなんか深みにハマっていきそう、うん、皆様面白そうな人だな
ぜひまたゲストとして遊びに来てほしいですね。はい、はい、じゃあ何か最後にリスナーさんにメッセージとあればお願いします。はい、あ、皆さん本当に聞いてくださってありがとうございます。あのチカル様のことをこれからもよろしくお願いいたします。はい、ということでありがとうございました。また絶対来てほしい。来てほしい。いっぱい来てほしい。なんかまたヘルバルの他のメンバーと一緒に来たらよりなんかいろんな一面見れそうですね。とんでもないことになっちゃいそうなので心配です。ぜひお待ちしております。ということで皆さん来週もこのガーデンでお会いしましょう。お相手は楓役の伊沢美香子とミリアム役の高橋かりんとチカル役の野中美代でした。それでは次回までごきげんよう。この番組はアサルトリリーラストバレットの提供でお送りしました。リリーたちがアプリゲームに登場。レギオンを結成してキルジを倒そう。アサルトリリーラストバレット、好評配信中。テレビアニメアサルトリリーブーケのブルーレイが毎月連続リリース。いろんな特典がたくさん。さあクライマックスへの準備はいい？